全国の麻雀ファンの皆様、こんにちは。本日は第13期麻雀グランプリマックス二次予選 E 卓の模様をお届けいたします。実況を務めます大月レミです。そして解説は瀬戸熊直樹プロが務めます。瀬戸熊プロ、よろしくお願いしま す。はい、この麻雀グランプリマックスとは、今年度活躍したプロの中でナンバーワンを決めるタイトル戦となっております。それでは座順とともに本日の出場選手を紹介していきましょう。まずはちいちゃんにこの方、十段位戦では準優勝となりました。九段シードで一次予選からの勝ち上がりとなります、荒正義。そしてなんちゃんにこの方、 A2 リーグ6位麻雀マスターズ準優勝でポイントランキング6位となりました、二次予選からの出場です、白鳥翔。そしてシャーちゃんにこの方、A1 リーグ5位麻雀マスターズ十段位戦ともにベスト8まで進出しました、ポイントランキング5位二次予選からの出場です、藤島健次郎。そしてペーちゃんにこの方、九段シードで一次予選からの出場、一次予選では内川前原とのデッドヒートを制し二次予選に駒を進めました、友武正春。以上の4名での対局となります。それでは組み合わせ表がこちらです。はい、瀬戸熊プロ、見どころをお願いします。そうですね、はい、やはりあの荒さん、友武さんという老界の打ち手対、うん、まあ、藤島さん、白鳥さんという打ち盛りの2人のぶつかり合いで、誰が勝つのかちょっと楽しみですね。はい、楽しみです。そして本日1位で勝ち上がった方がベスト16の A 卓にの枠に入ります。2位の方が B 卓に入ります。はい、このようになっております。はい、それでは対局の準備ができたようです。第13期麻雀グランプリマックス二次予選 E 卓の対局が、よろしくお願いします。今野慎太郎の合図で開始されました。なお、ルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで5回戦を戦い、トータルポイントの上位2名がベスト16に進出します。はい、まずはちいちゃ親番あらドラは初ですね。よろしくお願いします。はい、お願いします。確かにこのレジェンドと、はい、仕掛けが割と多めな2人の対決のように見えますよね。そうですね、はい、どうなっていくんでしょうか。さあ、藤島いい二刺しの3色も見える、高くなっていきそうです。友武はペーチャでペーが統一、ただちょっとまだ苦しい。ドラの流派がね、山に4枚ですからね。はい、はい、どこに行くんでしょうか、はい、持ってきた人はちょっとブレーキかかっちゃうんですけど、重ねるとチャンスになりそうですね、はい、白鳥は一面つ完成、はい、さあここに1枚行きました、はい、こうなると藤島は手がいいので早めに打ち出される可能性もあるかもしれない。まあ、5回戦という長丁場なんで、それをどう見てるかですよね。あの最初はじっくりいくのか、はい、もしくは最初からアドバンテージ取りいくのか、はい、瀬戸熊さんは僕はね、結構あのこれトーナメント方式って最初の方が行きやすいんですよね、はい、だんだん後になるにつれて対象者のリーチとかに向かいづらくなるから、はい、あの最初の半チャン 1,2 回でスタートダッシュ決めようとはしますね。そうなんですね、はい、様子はあんま見ないようにしてます。はい、さあ、大友武白も重なってこれで4統一となりました、はい、大月さんもね、あのトーナメントやったこと結構あると思うんですけど、5回戦はないんじゃないですか。5回戦はないですね、うん、5回戦はね、はい、本当長くてトップ1回でも決まらないし、はい、大きなラス1回引いても挽回効くんですよね。でも3回戦までのトーナメントしかやったことないかもしれないです。はい、10段戦も勝ち上がっていくとね、最終的には5回戦とかになりますからね。友武チートイツのイーシャンテン、はい、藤島さんがね、非常にいい形になりましたね。白鳥も両面が増える、はい、こちらですね。これですね、これ竜が切るもありますけどね。今切るか、はい、ちょっと考えます、はい、3腕切りもありますし、何でもありますね、ここはね。老僧にしましたね、はい、から切って友武の手もこのハクとペイが、はい、あの風灰、あの地風というかじゃないですか、はい、ちょっとチートイツにするのはもったいない気もするんですが、うん、ただ泣いた時にチーソーも1枚切れてるし、はい、トイトイに仕上げるのはちょっと難しいかもしれないんで、まあ序盤なんで友武さんの場合はチートイツで進行していきそうですけどね、
一つあんこになったらまた別の話になりますけど、うん、あらもういいシャンテン、うん、テンパイですね、テンパイ、ピン踏んでテンパイを入れました、はい、千代三郎、あ藤島さんの3番がちょっと危なくなりましたね、あこれ出ちゃうな、多分これはどっちも出てしまう、はい、はい、ローマンはあらえの宝珠となりました、ピン譜1500あらの上がりとなります、静かな立ち上がりになりましたね、はい、いや藤島も勝負手いただけにちょっと早かったですね、あらの展開が、はい、サレンちゃんとなります、今一度この今ピン譜を親番でリーチしなかったじゃないですか、はいはい、これのメリットやこの公式ルールの使い方など教えてもらっていいですか、はい、そうですね、あの基本的に小型のピン譜のみは闇点がセオリーですね、はい、うんうん、なぜなら1000点出して、はい、2000点にする必要はほとんどないんで、さっと上がってしまった方が相手の高い手を潰せることね、はい、ただし親の場合は 50%、 50% でリーチ 50% ダマ点 50% なんですけど、はい、今はドラが流派ということもあってアラさんはさっと上がる方を選択しましたね、うんうん、一発裏ドラがないルールですからね、はい、そうですね、はい、あのリーチした後はもうほとんど点数が変わらない、うん、暗冠するとか、はい、背景がつくとかそういうことでしかあの飛躍的に得点が上がることはないんで、うん、はい、割とねピン譜は闇点が多いルールとなっております、はい、ね、ということは裏を返すとドラを2枚持ってる人がいた場合なんかは押し返しやすいってことですね、うん、まあ、だからこの序盤の1段目はいかに両半手役を絡めた手牌を作っていくかってことですね、それでダメだった場合はスピードに移行するのか受けに回るのかってことですね、おお、これパワン Q1 ウーピン、はい、白鳥が早くウーピンが0、はい、Q1 も0、あーダメですね、パワンも1しかないということで、はい、あってもテンパイまでということですね、そうですね、あただこれチートイツドラドラになったペイ重なった場合はまた上がるチャンスありますね、はい、ただもう2アンコできてますもんね、そうですね、ただし白鳥さんの場合多分 Q1 は残すと思うんで、はい、そうなるとアラさんとねこれ2枚ずつ持ってるんでアラさんの Q1 が出ないわけじゃないですけど、はい、あペイ切りましたねもう、はい、先にもう勝負でってことね、思ったっけこれで一面、はい、二面つかんせい、あなんだ三蔵かな、三蔵か、はい、これは難しいですね、しごろもあるということで、はい、まだローソンも残していく、チュンが一枚切れてるんでチュンのポパーピンが、はい、した場合はチートイツは消えます、そうですね、ハンドラは、はい、もうペキった段階でスワンコ一本になりましたね、はい、ただスワンコになる、はい、テンパイまでですね、はい、今のところあとまたけこれでテンパイ、カンローマン、はい、闇天です、役もありませんのでつも上がりしか上がれません、是が非でも決めたいでしょうけどね、はい、あらから9万が出ることもなさそうですね、ないですね、もう中の問い落とし入ったんで、はい、9万はもう間違いなく頭です ね、 ですね、これはおいらない、はい、一回チュン切りもあるありますね、はい、はい、まあ、一発ドラドラない時はこうやって、はい、安全牌を保険で持たなくていいっていうメリットはありますよね、一発関係ないですよね、はい、関係ないですから自分が行く手牌であれば目一杯に持てると、はい、それでこの時はペイがドラなんですけどドラが3枚見えてるんで、はい、あの相手がヤンハン手役絡まないような牌で打たなければ大体安く済みますからね、はい、あこれでQ1 が問い落としの可能性ちょっと出ましたね、単ヤオの方に行くと、はい、Q1 問い落とし1枚目白鳥さんはおそらく泣かないんでしょうけど、はい、2枚目の Q1 はしぶしぶポンになると思うんで、さすがに、はい、これで上がりもちょっと見えてきました、さあ友竹がテンパイを崩しました、嘘、はい、を持ってきて一気通過も見える形になっていきます、はい、うーん、こうなるとまた Q1 が出ない、はい、出ない感じですね、藤島さんテンパですか、藤島6球は、はい、本当ですね、藤島がテンパを入れました、相当薄いピンフ6球満待ち、はい、なんだなんだった、いや白鳥は
もうほとんど変わらないでしょう、はい、で先ほど言ったように小型のピンフのみなんで、はい、これはあ来たこれ来ました。はい、友竹に天杯が入りますと町は三郎と老僧なら一気通貫、老僧1枚だけ、はい、リーチしないんですね。あ、荒さんも天杯ですね。スチーワン、スチーマン、はい、スーマなら高めイーペイコー、これもこの辺のね3人闇天っていうのがチーマンです。はい、荒の上がりとなります。はい、ピンフ1500は1800の上がり、はい、これがね、はい、一発裏ドラありのルールだと今三元リーチになっててもおかしくない。そうですよね、はい、全員闇天でしたから、ね、全員闇天、はい、これが公式ルール独特ですよね、はい、制したのはあれでした、はい、あの連チャンとなります。ドラは9万、でも友竹のあのサブロッソーは嬉しくなって私はリーチしちゃうんですけど、あの荒さんの現物に老僧があったのが大きいんじゃないですか。そういうことなんですね、はい、親の現物、はい、高め老僧があったと。白鳥は一面つ完成、はい、形も良さそう。そして一番さっきね上がりたかった白鳥さんだけ乗ってんだったんで、そうですね、はい、ああこれドラドラじゃないですか。本当です、ドラが9万なんですね、はい、これはポンするもしないもありますね、はい、チートイツも見えるんで、まあセオリーで言ったらポンが普通ですけどね、はい、この手配です、はい、大月さんはポンしますか。します、はい、はい、喜んでしますで、まあチュンドラドラぐらいの進行ですか。そうですね、マンズにはいかないで、はい、まあそれが普通ですね、うん、セルトさんはそうですね、セルトさんが今の手配で9層残してるのは想像の一気通貨みたいなんですね。はい、こういう隠れた両半手役を探っていくのが大事になります、うんうん、これでイーペイ光景もできていく、はい、これね一発裏ドラありだと単品リーチで OK になっちゃうんですよね。だから急走が早めに出るんですけど、うん、はい、こういう急走が逆に両ピンとかよりも最後まで引っ張られると思うんですね、うんうん、おパーソーですか、はい、うん、まあパッと見はピンズ払いたいですけど、はいはい、ここは想像両面固定にしました、はい、そうですね、あの役の足を嫌った方ですね、何かしらつけていきたいと、はい、ただサブロー級層が二度剣の部分が多いんでどうするかです、ね、これでチートイツイさん、はい、大月さんこれポンですか。いやあ、あいいとこ引いた、はい、これはいいんじゃないですか。ウーピン、はい、これで形が良くなっていく、はい、これで四五郎の三色見えましたね。はい、白鳥さんはここでもう一気通貫諦めました、はい、藤島に先制天杯が入りました、はい、リーチスッチーソー待ち、はい、これは友竹さんは降りないですね、はいはい、なんかドラドラの時に、はい、あのチート家をやるのが逆にすごく嫌で、はい、なんで嫌なんですか。なんかテンパれるか分かんないじゃないですか。こう泣いていけば、はい、こうどうにか人の力を使ってでもテンパイできるかもしれないのに、はい、チートイってイシャンテンからがすごく難しいので、うん、チートイってやっぱ好きな人と嫌いな人多いですね、分かれますよね、はい、なんか勝負手じゃない時にやる方が私は好きですね、はい、あ、受けつつ、まあね、かわし手としてはね、はい、安全牌持ってるし、はい、スチーソーは、はい、山にスーソーが、スーソーが2枚、あ、スーソー1枚ですね、チーソーが1、2、チーソーが2枚、3山。これね、藤島さんが意外とドキドキしてる、ね、そうですよね、リーのみなんで、はい、で、町もスーチーソーですもん ね、そんな出てくる相手もないし、それでリーチを打たないと誰が来るのかがわからないというね、はい、リーチ打った後に親の荒さんとかがむすりバンバン止まってるとごめんなさいって言いたくなるんですけど、取り消しができないんで、はい、ただこのリーチでね、はい、勝負手をかわせることもよくあるので、そうですね、実はこのリーチは3人とも来ている、スーワン現物ですね、うん、メンツでも見てるんでウーソー切り強く、このウーソーは強いんで、はい、今度は荒さんと白鳥さんは、うん、友竹さんも来てるのかと、
ということで荒さんの手配はちょっと引き気味になる可能性は高いですけど、ドラ、はい、の9万も浮いてますもんね、はい、ということでね、はい、中抜きしましたね。このチーピンを白鳥がチーをして、はい、テンパイを入れます。筋で待ちましたね。数万が切られてるんですね、はい、チーはない。実は チーマンはありません、はい、このチーはどうですか？まあ一旦やっとくかってぐらいで、そこまで意外と女流勉強会で怒られるチーですよね女流若手がね、ちょっとやると大丈夫か、はいはい、大丈夫かって言われますよね。白鳥さんは、ね、なぜかというと形が悪い上に打点がないんで、はい、じゃあどこまで押すのっていうラインが難しくなるんですね、うんうん、ただ白鳥さんは当たり牌だけはいかないって自信を持ってるんで、うんうん、はい、一応ないってかわしに行ったってことですね、はい。ヌムパーチーワンね、筋、はい、ペンチーワンが、まあ、ペンチーワンだったらパーワン宣言杯おかしくないみたいな感じですかね、はい、お、伸びてきた、お、マンズになってきました、はい、スッチーワン、キューワン、チューン、チューンは、チューンは実は1枚切れですね、山にある、はい、チートイツドラドラ見てたんで最初のチューン泣いてないですもんね。お、お、これでこれもっと広くなりますか、はい、イースチーワンも出ました、はい、E1 も出ましたか。トモタケが楽しみすぎる、はい、ウーワンも OK になったんで相当広いシャンテン、サンゾブンっていけばスチソー広がりますけど、いけないと思いますけどねこんなに持ってるサブローソー、はい、あ、いった、お、ローソーの方にしたんですね、うん、これでウッパーソースーソーですね、はい、これペンサンゾーの方がちょっとカンサンゾーペンサンゾーが嫌だったってことか、うんうん、うわっそんなツモあるあ、ポンだ、ポンだ、これイース1番かな。トモタケがドラの9万を仕掛けて、あ、ウーワンがスッチーマン待ちにしたんですね。イーワンが1枚、1枚しかいなかったってことですか、はい、一応より安全にいったってことですか。ウーワンを切っちゃうと2筋にかかるんで、はい、リャンワン切りにしたってことですね。お、出たウーソーが出て白鳥の上がりとなります、はい、タンヤを1000は1600、うん、3色までついてるんですね、はい、これは荒さんが、はい、うん、白鳥さんの仕掛けが絶対先手なんですよ、うんうん、夜会も切れてるしドラもないんで、はい、ということで当たれみたいな感じで打ちましたね。当たっても安いからどうぞ、はい、うん、これか、はい、みたいな。3色もついて2000は2600上がりとなります、はい、リーチ棒も、はい、そうですね、加えてちょっと嬉しい収入となりました、はい、うん、白鳥の親番、ドラは9万です。あ、いいじゃないですか、いい、はい、2面図完成、めちゃくちゃいいですね、めちゃくちゃいい。自信はペイガと3万があんこ、はい、で今リーチをした藤島さんもホッとしてたでしょうね、はい、ドラポン入っちゃったんで、あ、これは嬉しくないですね。このキューピンはトモタケ一気通貫も見える形、はい、ここがいい、うん、ここがいいですね、はい、いいけどキューピンはいらないですね。タンヤはつけたい、はい、意外とメンタンピンってできないですからね。そうなんですよねなんでこんなにできないんだろうってぐらいできなくなるんですよしかもなんか、はい、このルールで、まあ、ハイパイもらった時に、はい、結構わこれもちょっと厳しいなって時に、はい、こう薬牌をすごい残して真ん中から切ってったりしてると、はいはい、普通にやってればめっちゃメンタンピンできてたのにみたいな、ね、意外と決着順面遅くなることも多いんで、うん、あんまりハイパイ悪いからって悲観しない方がいいですね。そうですよね、公式ルールの時はもうちょっとまっすぐ通って最近気づきました、はい、うん、むしろ逆に、はい、ある程度狙いを定めて高くなってうまくいきそうだったら進めるとかね、かわし手をね最初から組んじゃったりすると意外と手詰まるんでね、はい、あ、これ1通見えましたね、はい、一気通貫も3色も見てますね、まだね、はい、ゴロチの3色も見える、はい、今ウーソー切った人は単品イーペーコを狙うんで、うんうん、まあどっちもありですね。さあ嬉しいローマンを引きました、はい、ただまだ形が苦しい、チース
そうか、こうやってここでドラの9万を話していきます。荒、はい、さんはイーペーコかつもりさんアコみたいな感じを狙ってますね。はい、はい、ここで一気通貫決めました。白鳥さん次のイーピンとかどうするのかな。普通は泣かないですけどね。はい、白鳥の場合は仕掛けが多いのでよく、はい、いろいろやりますからね。はい、いろんなことをやってきますもんね。おー、面白い手配になってきましたね。藤井様さんもうまくいくと3アンコとかつきます。はい、1、2、3はここで一旦見切ります。友武さんは1通狙ってるけど3アンとパーワンなんでちょっとね厳しいかもしれないですね。はい、どうだ。おー、これでさっきスライドしたのがうまくいってドラも使える形となりました。はい、今度は白鳥さんは数ピン引いた時とかの選択も出ましたね。あの高めがいいピンになってるんで、はい、闇点だと結構上がりそうじゃないですか。ただね、スッチーピン積もっちゃう可能性もあるんで。そうですね。はい、何を引くか。はい、これで、あ、まだ9層は切らないんですね。一応7、8、9の3色を見て、はい、ペンチーソーから入ると3色が確定しますからね。はい、うん、そっちの方が嬉しいってことですね。ただチーソーはここにあんこ、はい、山に1枚だけいます。はい、ペーを暗冠していきます。はい、これはね相当攻撃的ですよ。はい、ペーって持っとけばね1枚切っとけば安全範囲使えるんですけど、うんうん、はい、攻めに転じてますね。やる気満々です。はい、アラさんもチーといつも見えてきたけど、いかない。うん、白鳥がなかなかテンパイしない。だいぶ順目も深くなってきました。はい、これでタンヤオの方に向かいます。引いたかな。あ、惜しい。これはね、ペンチーソーとスッチー、はい、チーピンの比較ですかね。一気通貨にするか、はい、はい、一気通貨の方にしましたね。7、8、9は捨てていきました。はい、しかもウーピンも抱えたんでパーソーの取り逃しもしないようにしましたね。はい、目いっぱい。はい、そろそろもう形式転廃も辞さずって感じですか。チーソーこれで4枚目。はい、チーソーなくなった。もうこれは出ないですね。勘はしないんですか。いや、勘はしないですね。形が悪くなりますね。はい、ただ履いていくところの行きどころとか、はい、自分の安全牌の確保の枚数とかチェックして一人のツモをなくすはしますね。はい、アラさんは来た、これ闇点ある。これは闇点だ。白鳥に一数チーピン待ち。わー、出ないところに入った。そして藤島、あ、これは追っかけリーチありますね。はい、ペイを冠している藤島からリーチが入りました。町はロー9万。はい、9万はドラです。トレさん一歩進んだけど E1 現物。ああ、三蔵も現物でしたね。これは白鳥さんの当たり牌だけど出ない。出ない。はい、白鳥どうすか。うわー、難しい。めっちゃでもリアムパピはフリテンだし、はい、サブロー9ピンもフリテン。ね、はい、ということで数字ピン続行。闇点してますね。はい、ああ、高めのいいピンここに来た。これは出ないですね。はい、藤島さんにも切りづらいんで出ないです。うん、9万もここに来た。どっちが早いか。パーマンも行く。これで角番あと1回ずつですね。まあ、友竹も藤島のリーチのおかげで、はい、いいピン切らずに済みましたね。うん、そうですね。どうだ、積もった。ーチーピン、ハイテーではないですか。はい、あ、違うね。あ、ハイテーですね。缶が入ってますもんね。はい、ツモピンフ、ハイテードライチ。2600は2600号ですね。はい、リーチもあったかなとか思います。まあ、あったかもしれないし、ただハイテーでまた違う牌引いた時に、はい、切り替えられるんで、はい、ピンズのね、切りづらいところ引いた時に、まあ、闇点が妥当だと思いますけどね。はい、嬉しい背景のつぼ上がり決まりました。白鳥の連チャンドラは数ピンです。
しかも今白鳥さんがリーチっていうと、はい、おそらくアラサのチーソーアンカンで潰されてます。本当ですね、さっき言ったやつですね、はい、そう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 、確かに確かに、そうだから大正解ですね。正解でした。はい、友竹一メンツ完成。アラさんも白鳥さんがテンパってるから、まあテンパってるであろうけど、はい、まあ一応安感しないでね、自分が配点になるのを避けてたんで、はい、どっちもありましたね。念のため感する人もいるでしょうけど、はい、白鳥ダブトンが統一でした、はい、このルールのダブトン統一はめちゃくちゃ嬉しい、はい、形も悪くない。実際ピンズ傷感が見える。割とみんな戦えそうな手配ですね、はい、そうですね。あとは白鳥さんのトンがどの段階で出てくるかですよね、はい、バラの元に1枚あります、はい、現状出てもまあ嬉しいは嬉しいんですけど、はい、本当はまあ本店ぐらいのところまでね、うん、引っ張りたいですよね。もしくはドラ1枚確保してからとか、はい、ドラのスーピンはまだ山に3枚残ってます。ポンだ、トンが出て白鳥はポンをします、はい、それでイーシャンテン。でもね、これ今な切ってないとウーピンが入ったんで、はい、うん、うまいとこで切ったかもしれないですね、アラさんは。これアラさんはもう、白鳥さんの神茶ということでちょっと受け気味にしましたね今、はい、ピンズが伸びていく、はい、それでパーソー級そのターツを払います。おたけさんはおドラドラになったけど使いづらい、はい、ドラが余ってしまう形になりそうです、はい、徳間さんは、はい、あのダブトン一致泣きするんですか。もうしぶしぶします。しぶダブトンをさせ、さあこれで友竹がドラのスーピンを切ってテンパイを入れました。これはねもう絶対テンパイ、はい、絶対、あ、数万すぐ出ましたね。あれから、はい、ピンフドラ12000は2300、友竹の上がりとなります。はい、友竹からのこのダブトンがポンされて、はい、からの、はい、チュンチャンパイのドラ切りなんで、はいはい、間違いなくテンパイ、間違いないと、はい、藤島の親番となります。面白いもんで、はい、あのスーピンの時に実は友竹さんがテンパってなかったとして、はい、その後手出しでなんか入ってテンパイしましたっていう時の方が高いですよね、はい、公式ルールはドラを先に切ってもいいだけの理由があったってことになるんで、はい、だからあの段階でテンパってるとかわし手が多いです。今ぐらいの、ね、はい、ピンフドラ1ぐらい、はい、だからまあピンフのみの可能性もあったんで、はい、アラさんもね、まあどうぞみたいな感じになります、ね、はい、まあ、この辺のね打点の読み合いができるんで公式ルールが面白いですね。ドラはパーソーです。アラが一面つ完成、白鳥は初が統一、統一も見えますね。マンズの本質も見えるが、今から。で藤島、はい、チーピンがあんこ、ドラが1枚。友竹、これはピンズの本質ですね、はい。これはピンズの本質に行きたい。全く隠さずに行きます、ね。はい。リャンマンチーマンチーソーと言ってる。リャンズをチーマンチーソーか。わあ嬉しい、トンまでか、こもうわけわかんない、突然迷彩しましたよ、封印にしましたよ、あれ突然ローソーの後にちょっと、はい、友竹さんテクを使ってみましたね、はい、トンが出ます。これ分かりづらいですね、はい、これでローソーになるんでトイトイに見えたりしますね、うん、こうなると逆配が、はい、なぜならローソーチーソードラファーソーでローソーチーソーのターツを払ってるように見えるんで、はい、それってどういうことってなると思うんですね。ドラ統一でも変だし、はい、じゃあドラ中なくて手役絡むとしたらみたいな感じになるんで、はい、ただピンズの本一なんです。気持ち悪いですね、はい、アラもタイヤ王の仕掛けを入れております、はいはい、イーシャンテン、アラさん得意のさばきに出ましたね、はい、不穏な人がいますもんねいます、はい、藤島もイーシャンテン、叩く系が残る、
アラさん天杯、はい、アラが、はい、スーピモチしてタンヤオの天杯を入れました。もちはサブロッソこれ友竹さんの現物なんですよね、ローソーがね。ということでアラさんとしてはかわしてとしては町は最高、はい、ただ友竹さんが追いついた時は一番危険になってしまいますけどね。友竹が欲しい白と南は全部山、はい、ただまだリャンシャン店ですからね、はい、相当差が開いてます現状は。これ四五郎になりましたね。四五郎もつく、はい、ローソーで3色つきます、はい。こんにちは。あ、ローピン出た。ローピンが出て友竹が G、はい、これでいいシャンテン。まあこれでねドラドラも変な話なんで、はい、さあローソー積まりました。高めのローソー、はい、タンヤオ3色500銭、まあ、友竹さんのはピンズほぼ確定した瞬間でしたけどね、はい、アラさんがさばきました。ルシマも白を持ってきて止めてローピンローピンと、はい、だから、ね、まあ、あの段階ではピンズって読み切れてなかったんですよね。難しいですね、はい、むしろアラさんちょっと警戒みたいな、うんうん、友竹の野蛮となります。この4曲ドラは三蔵です。友竹もね迷彩を入れたんですが、はい、逆に怖くなりましたもんね、うん、まあ大体友竹さんの位置泣きは高いんで、はいはい、友竹一面つ完成。両面が多い形、ね、ドラが1枚のは直風ですね、はい、白鳥も2面ツ完成、うん、ドラ面ツも完成している。でペイちゃんの藤島がペイをポン、はい、トイトイ狙ってますね、はい、白鳥さんも風呂多いけどそれ以上に藤島さん多いですからね。多いですね、多いですよね。藤島さんは本当に手数が多いですよね。はい、奈良さん何だかず、うん、1枚目はスルーしていきました。最近で言うと石立さんは割と風呂が多い選手、はいはい、うん、マシンガン風呂って呼ばれてるみたいです。あ、これですか。あの石立さんが、はい、すごいな、苦戦したんですね。僕次当たるんですよ。あ、そうなんですね。ベスト16、はい、楽しみですけどね、はい、戦ったことありますか。普通に どっかではぶつかってると思うんですけど、はい、このタイトル戦でがっつり当たるのは初めてかもしれないですね、はい、石立が多分この結構大きな場に出てきたのは最近ですもんね、はい、うん、優勝したおかげで WRC とかもね、はい、何回も勝って。白鳥がこれで3面ちゃん、想像3面ちゃんになっていく、はい、2差しが見えますね、はい、高くなっていきます、はい。アラさん、いいか。今度は何ポンするとね、はい、あのドラ切る羽目になるんですけど町はいい町になってるという、はい、白鳥さんこれでピンフドラ1で妥協しますか、リャンピン残すか。安全に行くならリャンピン先ですけどね。リャンピンからにしました、はい、うん、私も欲しい牌が全然来ない、はい、なんだこれは受け入れがたいこの天杯は取りたくないです ね、はいはい、ドラを切ってまでカンウーマンの天杯は取れない。藤島さん構想は狙い目はあるんですけどなかなかねトイトイも出てこないと決まらないですね、はい、そろそろ6ブロックなんで5ブロックにしますか。いいピンのトイツ落としさらに迂回してたこのいいピンを藤島がポンして、はい、いいシャンテン、はい、これでマンズの本質を思いきやもうトイトイですね、はい、まあ、これは2つ目を泣きたいために藤島さんがちょっと川に工夫しました、うんうん、3ピンもポンだ出れば本当ですね。出ない出ないんですね。すごいね、3ピンぐらい切りそうだけどね、はい、まあ、決め打ちのトイトイだった場合は危ないってことですか、はい、でも自分2枚ですからね、ションパイじゃないから
もう三蔵も切れないからっていうことなんですかね。ただね、三蔵を重なれば自分もチャンスになりますよね、はい、すごいですね、この3品は普通に私出しちゃいますね、はい、さあこれで白鳥に天杯が入りました、はい、闇天でスピンフドライチ闇天にしました。藤島さんが切ってることと、はい、ちょっとスッチエビが程よく切れすぎてることが大きな理由ですかね、うん、バニ4枚切れてますね。こっちも聞きましたよ。それでドラにくっついたが、数万は今、はい、ああ3品が出ました ね、 ましたね。この3品を藤島がポンして、はい、トイトイの天杯が入ります。イーソーとウーマンのシャンポ待ち。チーピンは出てしまうが、これはチーピン出ましたね。白鳥の上がりとなります。ピンフドライチ2000点、うん、すごいトンバーかわしてばっかり決まりましたね、はい、目まぐるしい闇点が全部成功してます、うん、さあ難番に入ります。アラの野蛮ドラは老僧です。今季九段、はい、九段シードで出た選手、はい、このね今日出ている2人しか残ってないんです。はい。あ、いいです。おー、いい荒が。え、めちゃくちゃいい。え？うん。まあ想像の本質にはしないでしょうね。単品ドライチぐらい目指しますか。何から行くか。そもそも何から行きました。この段を早い早い。白鳥がダブナをポンしてますが全然バラバラです。バラバラですね。はい。ポンしていきます。藤島もいいぞ。まあ、とりあえずダブなんだから泣いとくかって感じのポンから入りましたね、はい、怖くてちょっと泣けないんですけど、はい、ここからはまあなんだけ泣いて、はい、他の見えた牌は切ら、うん、泣かない可能性ありますよね、はい、まあ、ドラとかは泣くでしょうけど、はい、ドラが使えれば3900もありますもんね、はい、うわ、ちょっと想像伸ばしたいかな。サピ、うん、パーソーリアンソーとか泣けるとぐっと早まりますからね。まあ白鳥さんが泣いてるんでちょっと白鳥さんケアしつつですよね。何を目指していくか、ローピンからいくって結構あの泣かれづらい方からいったんじゃないですか。三品、天三品とか寒三品泣かしちゃうとぐっと進むんで、泣かれない方を選んだってことなんですね、はいはい、もしくは泣かれたとしても相手がさらに苦しくなる方を、うん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 、何を引いていくか。ああ、急走切ったんですね。急走切りましたね、はい、じゃあ結構普通に進めていく手で、はい、ちょっとここもまだ6、7、8も見える、はい、あ、そう、今にも出そうだっただけにね、はい、さあ初も重なって、これでイーシャンテン、はい、うん、まあ泣いてうまくいってるパターンですね、うんうん、はい、友竹二面図完成。うん、荒が全然伸びなくなっていく。これは数万切り、もうペンチーピン決めましたね、はい、ウーピンが自身でアンコっていうのもあるんですかね、はい、割とチーピンに自信があるのか。チーピンだ。どうだ、まだ言ってないですね。おお。ローピン自分で切ってますけどね、絞ってますね、はい、うん、ウーピンが4枚目のウーピン持ってきましたが、はい、カンはしません。テンパってからのカンを見てるのか、まあ、スーピンとかローピン引いた時に、はい、広がるパターンを狙ってるのかって感じですかね、うんうん、まあ勘したからといってチーピンが出やすくなるわけでもないですからね。一応見た目上は出やすくなるんですけど、はい、トイトイとかケアされちゃうと逆にね出ない範囲になっちゃうんで、ションパイですもんねチーピン、はい、あ、急走はチーだな、出ない。何なんですか。あ、これ面白い。あ、勘しない、勘しない。白鳥初マンコになって、これで
高くなっていきます。5、2以上です。そうですね、チーピン引いた時にもう一回ウーピン切れるってことですね。友竹ももう受けてるんですか。受けてるけど、はい、ローピンの方が嫌ってことですね。チーピンちょっと危なかった。チーだ。この急走をチーしてどうしましょう。これ短期に取るんじゃないですかね。キューピン短期。おお。ペンチーピンが吉富じゃないですかね。はい、白鳥がペンチーピンの天牌を入れます。5200ありますね、打点。チーピンは山に2枚。はい、へえ、面白い。これね、意外とウーピンウーピンだから、はい、争いのチーピン危ないかもしれないですね。だってチーピン存在しないじゃないですか、はい、そうですね、はい、これ危ないです。あ、ということでチーピン、これは白鳥の上がりとなります。初ダブナン5200。これは白鳥の思考がうまくいきましたね。どうやってますね。どうやってます。はい。ああ、はい。まあ自分の手がそう読まれるってことでのウーピン取りそうとしてるね。はい。今今野から立ち合い人今野から、はい、荒の小手返しが少しね、はい、注意されましたね。はい。はい、白鳥の矢番。いや、あれ短期待ちに私しちゃいそうなんですけどね。まあその方が変化効くけど、まあ、白鳥さんとしては僕の手はこう見えるはずだっていう、まあ言いたくないですけど、深い読み、深い読みまあそこまで深くないんですけど、はいはい、そういう深い思考のものにたどり着いて、はいはい、会心の一撃でした。会心の一撃でした。瀬戸君はちゃんと解説してるかなって言われて、はい、アラがドラの3ピンが統一、地風のペイも統一です。そして白鳥がいく、ね、もうさっき数層から切ってますもんね、はい、気持ちよくなっちゃって、はい、楽しみです。はい、藤島は一面つ完成、友竹は南が統一、一面つ完成。ペイをアラがポンしていきましたね、はい、ちょっと本気になってます、はい。これで白鳥がピンズと自敗だけになりました。原、はい、さんにね、あっという間地を食らわせると、はい、あの逆襲を食らいます。ちょっと熱くなってる。あのもっとすごい技で返されてきますから。はい、やるな白鳥と。うん、さあ初を親のしく白鳥がポン。これでイーシャンテンでしたかね。まあ、小手返しは連盟は禁止ではないんですけど、しないようにね、はい、はい、それでまあして相撲牌か手出しか分かんなかった時は選手を聞く権利があります。はい、ということで先ほどね、はい、ちょっと注意が入りました。そうですね、藤島下の三色も見えるが形が苦しい。こんなリードになりましたね、白鳥さん1回戦。そうですね、はい、気づいたらもう5万点近く、はい、大きい上がりといったら、まあ、26ホールが大きかったですね、はい、大きかったですが、他は、はい、まあ、こまごまと上がっていきましたが、はい、5万点まで来ました。うん、ピンズが、ピンズの取り合いだ。難は1枚自分で切っている牌。アラさんね、3ピン切るパターンのテンパイ取るかどうかですよね。うん、親の仕掛けもありますもんね、はい、フォーメーションを見るとサブローキューピンはもう一回チーですね、これ多分。お、これはどっちもあります。どうしましょう。2000点でよしとするか、はい、うん、よし、おー、切っていきます。だ3ピンをチーして、これはおいちおいおいちイーシャンテン。まあでも絶対テンパイですからね、アラ、はい、さんはアラにリャンウーマン待ちのテンパイが入っております。これはめちゃくちゃ上がれそう、はい、白鳥さんの現物なのが大きいですね、はい、ただ追いつかれた時はアラさんの打点が低すぎるんで怖い。友竹も2枚目の難も、はい、スルーしてもう何の統一落としに入ります。白鳥さんピンズ1から9全部テンパイですね。あ、2は違う、2も、あ、2もテンパイです、はい、全部テンパイ。
もう2人は受けるでしょう。受けたいですよね、はい、藤島さんもいいシャンテンだけどちょっと行かなきゃいけないのが G1 とウースをまっすぐ行くとちょっとこの形からは苦しい、はい、そうね、もう一回形整えてからどうするかですね、はい、こうなるとリャンマンもちょっと危ないか、はい、友竹さんはもう絶対行かない、はい、積もりました、はい、ペイドラ1500戦荒の積も上がりとなります。まあ荒さんは5回戦ということでここはまあちょい沈みの3着2着ぐらいだとしょうがないと思うんですよね、はい、さあ難3局となります。藤島の親番、今のところ藤島おとなしいですね。そういえばはい、はい、まあ、結構ねリーノミとか打ってアグレッシブにいってるんですけど、なかなか主導権握らせてもらえないですよね、はい、さあドラはチュン、はい、藤島は白が統一好きそうな手配ですね、うん、パビアンコ、はい、仕掛けて上がれそうです。白はここに1枚、皿の元にドラのチュンが1枚、ソーズで一面つ完成、白鳥の元にもドラのチュンが1枚、一面つ完成。いやこれでいいシャンテン、サブロー9番カンニャンピン、はい、ロピンから、はい、まあ、なんかリーノミは嫌ですよ ね、もう一声欲しいですよね、準備が早いから。かといって白ポン室と白ドミになりますからね、親番ということもあって藤島はまっすぐ進めていくでしょうか。あとはねトーナメントなんでやっぱ2着に入りたいですよね、はい、この半茶沈みでも、うんうん、なんとか2着に、白鳥の手が伸びていく。白はまだ出ません。ポンするんですかね。あ、ドラドラ、あ、嬉しい、白ポンしそうですよね。うん、どっちにしろ安いですもんね、はいはい、どっちにしろ安いんであれば泣きがセオリーですね。高くなる要素があるときは泣かないっていうのがセオリーになってますね、はい。どうしよう、いいんじゃないですか。リャンワンどっちか決めそうですね。リャンワンからドラの血は山にまだ1枚残っております、うん、白鳥からなかなか出ないでしょう。出ないですね、はい、そして出てきた人はほぼテンパイですからね、うんうん、もしくはそれに準ずるイーシャンテン、これはキープか、はい、チートイツイーシャンテン5トイツになりました。白鳥ピンフで転敗した時だけ出るかもしれませんね、はい、そうですね、町にもよりますけどね、うん、はい、町と順目、ここ 1,2 順で転敗しなければもう抱えちゃいそうですけど、トップ目の白鳥、はい、チュンをどうしていくか、相手に浮くチャンスを与える必要は全くないですからね、うんうんうん、これでメンツ手も見るんだったらチーピンですけど、はい、イーソーが3枚切れなんでチートイツにはならないですね、はい、イーシャンテンからなかなか進みません。じれったい、はい、なんだ、友竹もちょっとまだ苦しい。これで両面になりましたね、はい、はい、これでリーチですかね、はい、両面三面じゃん。さあ白が出てこれをポンしていきましたね、はい、まあ、これはリーノミも一緒なんで、うん、はい、より受け入れを広くしました。親の藤島が白をポンしてイーシャンテン、一度切った馬を残していきます、うん、でも不思議ですよね、ポンしてないと急走入ってるそういうもんなんですよ、はい、結構ポンしない人もいますけどね、うんうんうん、あの形だと、はい、だったらリーチの方が親が続く可能性があるなって人は、うんうんうん、リーチ打つ方向に持っていきますね。お、あらが、うん、これでチートイツは見切りましたか、はい、これでテンパイですが、うん、待ちの選択ですか、はい、パーピンを切って
老朽層持ちの電波を入れます、うん、チーソーパーソーっていけてると、はい、途中でチュン持ってきた時にスイッチできるんでね、短期待ちにもできる、はい、ただそれよりは老朽層で上がった方が早いって判断だよね。いやこれちょっときついですね。ニャン層がね相当薄いんですよ。ニャン層が1枚しか見た目で1枚しかなくて、ウソが2枚しかないんで、ニャンパーソーも2度受けはちょっときつすぎるってことですよね。難しいな、ラノテ。あんな勝負手なのに。はい。もう一度チートイツ印象点に、はい、はい。ウソがさらに1枚減ったんで、はい、チートイツ。さあ、チュン、ここで出ましたね、白鳥から。泣かないんですね。いや、泣けないんですよ、ね。泣けない。ヤンソー来ちゃったんで。本当ですね。絶妙のタイミング。本当ですね。チートイにした瞬間に、はい、白鳥に天敗が入りました。相当サブロビ薄いですけどよく切りましたね。うわ、もうアラも受けてる、はい、チュンの統一落とし、そうなんですね、うん、だからアラさん2番手 を狙いたいんで、絶対テンパってるだろう白鳥さんに包丁したくないってことですね。すごいな、なんかもうやっぱり違うものを見させられてる、はい、そうですね、これがトーナメント得意ですよね、はい、あの高いから行くとか安いから行かないじゃないんですよね、はい、うん、いかにそのトーナメント勝つから勝つためのあれなんで、はい、このローピン出ました、はい、白鳥の上がりとなります。ピン風先天、うん、まあ、こうなることが分かってるから、はい、もうこれを狙っての、はい、終わりですね、この手はみたいな、はい、さあオーラスとなります。友竹の親番、いや人生であのチューン統一落とししたことないです私。もう絶対なんかもうえいってポンしちゃうかもそれはちょっとグランプリ出てこれないですね、はい、そうですね、はいはい、まだまだ無理ですね、はい、ドラはチーマンです。ああいいじゃないですか、はい、このだけ上の三色も見えるか、腹、はい、はちょっとバラバラ、アトリもバラバラ、ドラが1枚、藤島一面つ完成、うん、ちょっと一応藤島さん狙いは2着なんでね、はい、うんうん、3500点差、友竹さんの3球ですか。現状白鳥の浸る勇気となっております、はい、原さんと友竹さんは2着取りたいんですけど、さらに浮きたいって感じですかね、はい、うん、5-2 で原さん足らない、6-4から竹の形がいい。白鳥さんはこのまま全員沈みで終わらしたい、うんうん、一人浮き、一人浮き気持ちいいですよね、気持ちいいこの1回戦目で5万点ぐらいの一人浮きはとても大きい、はい、だからもう単用になっていきます。ただあの道中一次予選で、はい、あのランワイの吉野さんが2連勝で、はい、結局最後やられた、そうですよね、そうだからね、5回勝負だとねトップ1回とか2回で決まらないんですよね。そう途中結果見て、はい、あ、なんか吉野さんはあの、うん、地方チャンピオンとかあっち系の最初の予備予選から勝ち上がってきて、はいはい、すごい勢いあるなと思って、うん、でトップトップだみたいな感じだったんで、うん、そうですね、あもう勝ったなって思って、うん、結果見たら、はい、負けてる。そうなんですよね。あれも圧倒的リードのとこから、うん、はい、リーのみ打ったらカウンター食らってそこからおかしくなったんで、そうなんですね、うん、やっぱりちょっとでもね気抜くとやられるんですよ、うんうんうん、これはイーマンの方を切っていく。あ、もしごろが見える、なかなか手が伸びない。さあ嬉しい、これでピンズが3連チャンになりました、はい、藤島さんは満貫でも浮かないですよね、はい、はい、浮かないけど2着には当然なります、うん、これでイーシャンテンですが、はい、愚形が残りそうなイーシャンテンですね、愚形テンパイになりそう。原さんも良くなってきましたね、はい、しごろ見えます、2面つ完成、はい、この曲は白鳥さんが一番遅いですか、う
じれったいな、友達さんもずっとこの形ですよね、はい、白鳥も、はい、もう安全牌を持ちつつの進行となりますかね、うん、さあ数層でもなそうで泣けないんですね。そうですね。ああこっちが泣いた、はい、はい、アラさんは1000点でも上がれば2着なんで、あれが数層ポンしていきます、はい、友竹が欲しかった数層、藤島さんもテンパりたい、こうなるとメンツをちょっと組み替えたいですかね、はい、キューピンも切っている、アラさんの手が明らかに1000点2000点だったら白鳥さんも打ちたいんですよね、うんうん、でも、万が一7700とかあった場合は浮かれちゃうし、何やってんのって話になるんで、そうですね、まだ打点は見えない、はい、これで両面ができましたが頭がなくなっていく、白鳥さんの計算としては2人浮きになっちゃうと12ポイントが8ポイントになっちゃうんで、3球打つとほぼ押す行ってこいになっちゃうんで、はい、まあ打てるとしても2000点までですね、うん、ドラがチーマンなのでね、まだアラの点数がわからないですもんね、わからないです、まあ一応自分で1枚ドラ持ってるんで、うん、マックスドラさんですね、はい、マックスドラさんもでかい、はい、はい、いやうわそうね、これで、はい、ただ椅子は振り点、そうですね、今切っています、はい、うん、難しい、テンパイ、さらにテンパイが入ります、サブローピン待ち、はい、1点まだどうだ、あお、これで、これで関数話に取るかシャンポンに取るか、はい、間違えられないです、まあパッと見はリャンワンもいそうだし、スーワンもいい待ち、闇点にしましたね、ウーマンを切っての闇点、はい、26直は変わりますね、1000、2000でもいいのか、リャンマンと3万のシャンポン待ち、ドラのチーマン、これは振り返れますね、はい、はい、そうね、ただ今のちょっと藤島のウーマンで関数ワンだと上がってたね、あ、そうですね、あ、これはリャンマンウーマンか、これはウーマンになっちゃうね、今通ったウ、はい、ただアラさんの手から数ワンなんでちょっと不穏ですけどね、トモタケテンパイできるか、うん、うん、まあ、チーピン切りが一番広いです、はい、親番を取るならチーピン、安全と打点を取るならパーピン、キューピン、あー、うん、そうそう、安全に来ました、より安全に来ましたね、はい、ただトモタケさんテンパイ脳天だとこれさラストまで行きますか、行かないのか、2人テンパイの場合、ね、藤島さんと変わらない、はい、テンパイだとダメです、はい、なんだ、うわなんだ、あーこれでテンパイ、テンパイ、はい、チーピンを切れば、あーすげーテンパイだったすごいですね、チーピン相当行きづらい感じですかね、行きました、ただ行くしかない、さあ友竹もやっとテンパイが入りました、町はラウンピンか、ラウンピン、アラさんはローピンとローワンの比較、テンパイは取りたいんで、うん、どっちか選ぶでしょう、でもそろそろ安全に行きたいか、ローピンの方にしました、はい、白鳥さん一人の王手はやってないって感じですけどね、安いとこがいるんだったら打ってしまいたいはあるんでしょうね、親以外に、はい、でもまだ何とも言えない、結構探ってますよね、3000点払って親も連チャンされるのが一番嫌ですよね、はい、それが嫌ですよね、だったらこの曲で終わりたいんで、それなら1000点2000点なら、はい、アラさんが3万はあ見逃した、見逃した、ああ白鳥さんからは上がれないってことですね、もう天敗の王手で友竹さんのチーピンでテンパイ確実しましたね、高度な読み合いになってますね、この辺は、そしたら、まあ、もう一曲あるし、もう一曲あるし、上がるより、はい、1回戦目からそうなんですね、今不自然なくらい早くつもりに確かに不自然だからやたら早かったですね逆に不自然これも積もってたでもさ、リャンパンは振り点だし、はい、まあ数は回転ですね、アラさんのと友竹さんの現物になりそうなんで、はい、ああでもノー、はい、オッケー、どっちも一緒か、でした、はい、さあ友竹、アラ、藤島の3人テンパイで流局となりました、はい、うん、見逃すんだ、は
この1曲をやった方がまだいいと。トモタケの連チャンとなります。シラトリにとってはちょっとね、一番嫌だった展開になりましたが、まだ全然一人行きです。ドラは何です。何一枚、あ、いいじゃないですか、悪くない。一面図完成。はい、あらはちょっとまたバラバラ、はい、シラトリもバラバラ。藤島さん、これで7700も浮くようになりましたね。はい、はい、目指すは77。ドラも1枚ある。77もしくは2着になる上がりなんで。おお。あらもまた1000点でもいいとしますかね、はい、そうですね。1000、2000は100点足らずですね、うん、こんぐらいなら浮きも結構狙いたいですけど ね、 浮きも見たいですけどね、はい、浮いて2着なら最高ですけど、うんうん、あまり多くを求めるとやられちゃうんで、うんうんうん、はい、白鳥が一面つ完成。三蔵がアンコになる。ちょっと打点がまだ見えないか。おお、何切りたいぐらいだね。ドラの何切りたいけど、タワンか数層選びますか。もう何にしましたね。そうですね、さすがに、さすがに取りこぼしできない。これはちょっと周りからしたら怖いか、はい、トモタケ、親のトモタケから、まあ、特に白鳥さんは親のアンパイ集めなきゃってなりますよね、うん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 、これはもう警戒しないと、はい、まあ現状でロンって言われたら1500でしょうけどね、うんうんうん、この後手出しが、さっきの理論ですね、そうそうね、手出しが入るってことはやっぱなんか狙ってると思うね、はい、ただね、これはこの場合は2パイなんで安く収まるケースもあります。チュンチャンパイだった時は絶対高くなります。どもだけ伸びない6ブロックです。白は1枚切れ。藤島さん、これリーの身にはしたくないですよね。今んところどう見てもリーの実なんですよね。だからもう最悪は9アントリートとして何短期まで持ち込むしかないですよね。いやー、いいとこ入ったな。何も切っちゃうもありますけどね。うそ、さあどうしていくか。はい、友竹さんの安牌がないんですよね、現状。怖いですね。はい、初はほぼ友竹戦には安牌って考えてますね、うんうん、なぜなら初を問いずで持ってると、はい、場合は難をもっと引っ張るでしょって理由ですね、うん、ということでション牌の初ですが、はい、安全牌候補として一旦持ってますね、はい、ああ痛い、痛いけどしょうがないな。リーチは打てない場面なんでね、はいはい、これは、3ワンができたんで、はい、初を切ったところね、現物が、はい、でも1枚しかないの怖いです。だいたい白鳥さんの思考はそんなとこだと思います。そんなとこだな。あ、イペーコー、これでイペーコーが頭がない。イペーコーきましたが、はい、ダンイペーコーは固定します。もうツモの実でもいいから上がりたいって感じですね、はい、白鳥さんは。白鳥いいシャンテン、リーチはいけないでしょう。うわ、3品減った。あ、これは難ですね、さすがに。あらがいいシャンテン。これはね、テンパった時にリーチもやめてまいりましたね。白鳥3品いきました。3品きた。ただ振り点です。振り点のイースーマン、はい、気合が入った、なんか捨て方しましたね、はい、3品きた。あ、短期チーソー切り。26は浮かない。あらにもタンヤオイーペーコーの天牌が入っております。現在の町は小僧短期、単存イーペーコー1000、2000届かない、浮きに届かないけど、はい、まあそれはしょうがないか。 あ、これでどうですか。これはいけるんじゃない。イスチマ町になります。これはリーチいけるね。これはリーチか。うん、うん、あらが小僧切ってリーチといきました。
町はイースーチーマン。アラモーション入りました、ね、アラモーション僕ら若手の時全員真似してましたアラモーション一回捨てて横にするみんな真似してました、はい、どうだけ手は良かったんですが白鳥も、うん、振り点ですが天パ入れてます。積もれば OK。 これね、白鳥さんはアラさんリードミの可能性高いと思ってますよね。何全部見えてますね。何見えてて、はい、パーソー、おー、ツーモー取った白鳥。ツーモー300、500、400、600の上がり、強い強いはい、いやー、ラの勝負点をかわしていきました。さあ、これでトップから白鳥、2着友竹、3着アラ、4着藤島、1回戦が終了しました。仮一望のせいであれなんですね、はい、はい、続いて2回戦です。